組目のゲストは、島内選手とそして浅村選手です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとお座りください。はい、ありがとうございます。はい、試合中とかね、はい、例えばこうピッチャーのことに関してとか、はい、コミュニケーションとかってこのつながってるわけじゃないですか。そうですね。どんなコミュニケーションしてるんですか。まあ朝がね、うん、ちょっと今打ってないっすわみたいに言ったら絶対打つんすよ弱気な発言しても普通に打つんで、はいはい、いやすごいなと思いますね。僕そういうこと言ったら多分打てないタイプなんで。いや結構島田さんも弱音結構打ってますよ。だからそんな全然イメージないですね。ちょっとこの2人来シーズン弱音吐きまくってくださいもう弱音いっぱい吐いたらもういっぱい打つんだこれ。ここからですね、モエスポのツイッターで、選手たちに聞きたい質問をファンの皆さんから募集しましたので、お二人にいくつか時間の許す限り答えていただければと思います。ぶっちゃけこのピッチャーとはやりたくないというピッチャーなんですけれども。佐々木朗希くん。あの CS の佐々木朗希くんはもうこれ打てないなって正直思うぐらいえげつない球投げてました。えげつないですよね、はい、ちょっと次元が違う。でもまだこう荒っぽいじゃないですかに見えるんですけど、はい、しっかりコントロールできてたんで、今年対戦しててもそれがずっと続いてたし、まあ脅威ですよね。うわー、なるほど。その名前出されましたけど、いやそうですね、やっぱ佐々木朗希くんやっぱすごいピッチャーですね、うん、やっぱ若いピッチャーが今宮城とかもすごいまっすぐいいボール放るんで、うん、まあ、来年はちょっとそのボールを弾いていけたらなと思いますね。では続いての質問、少しプライベートな部分にもなるかと思うんですが、東北で気に入ったもの、そして場所、何か気になっているものがあればということで、まあ、お二人は東北仙台の出身ではないということで、何か東北で気に入ったものがあればということで。やっぱ牛タン美味しいんで、はい、今行けてないんですけど、牛タン食べたいですね。仙台は牛タンなんで。僕も牛タン食べたいです本当に外にご飯食べれに行けてないから、まあ美味しいご飯いっぱいあるし、美味しいところのご飯を食べたいなと思います。そのぐらいね、やっぱ外に出れなくて、ね、うろうろできないですもんね、あまりね。オフも少ないし、はい、なかなか難しいんで、見つけた時は声かけてもいいですか。レアだと思うんですけど。はいじゃあほっとしといてあげてください